明日の乃木曜日担当メンバーに宿題を出そうと思います。明日の乃木曜日を担当するのは林瑠奈ちゃんです。何の顔。林に宿題を書きます。何がいいかな、みんな何がいいか教えて。みんなルナピって呼んでるんだ。ちょっとあんまりルナがなんて呼ばれてるかわからないんだけど、林って呼んでる。何が嬉しいんだろう。私はさ、一応みっちゃんなんで、ヤクボって呼んでくれる方もいるけど、みっちゃんって呼ばれてるんですけど、だからそういうのもルナにもあるのかなと思って、なんて呼んでるんだろうみんな。林ちゃん、名字で呼ばれる人ならちょっと仲間意識感じちゃうんだよね私。何がいいと思う。私本当にこういうの優柔不断でいつも決められなくていつも困ってるので、あのパッと見つけてパッと決めたいと思います。教えてみんな、何してほしい。どうするどうする。みっちゃんの好きなところ、でも林はねすごいね、好きだよとか伝えてくれるタイプだから、最高、大好き。私言ってもらいたいタイプだから超嬉しい。ねえ、林絵がいいかな、ルナ絵がいいかな。みんな積分やってって言うじゃん、でも私がその式を作れないからさ、解いてとも言えない。あ、みっちゃんのモノマネしてほしい、してほしい。ルナすごいモノマネ上手やからな、よくね、みんなのことマネしてる。私が一番林のモノマネの中で好きなのは、さやかの歌い方を真似する林がめっちゃ好き。うまいのよ、すごい特徴捉えてる。林絵とか書いてくる。普段はやっぱルナって呼んでるかな。まあまあまあ、気にする気にする。ヤクボの、ヤクボのモノマネしてください。ヤクボのがいいかな、私のがいいかな。ちょっとごめんね、こういう細かいこと気にしちゃった。本当にどっちでもいいよって感じだよね、ごめん。私のものまねしてください。びっくり、みっちゃんより。やっぱこういったところでね、ヤクボよりって書くからヤクボ意識が強くなっちゃう。ここでみっちゃんアピールしとこうと思って、みっちゃんより。よし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 、いけたい。じゃじゃん、林へ私のモノマネしてください。みっちゃんより。いいね。バッチシじゃないかな。よき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 。そう、みっちゃん。あ、さやかのモノマネもしてほしい。じゃあ、ちょっとさやかのもって、端っこに書いておこうかな。いいかな、後から書いて。さやかのもって。モノマネ。と、さやかの。あ、付け足すとこ間違えた。バカ。私とさやかの、できた。書き直した。林へ私とさやかのモノマネしてください。みっちゃんより。できた。そう、私が一押しのモノマネ。やってもらっちゃおう。ごめんね、林。どうしよう、ちょっと宿題を先にやっちゃおうかなと思います。明日の宿題も考えないといけないんでね。はい、ちょっと取りますね、すみません。はい、こちら、じゃじゃん、林へ、私とさやかのモノマネしてください。みっちゃんより。はい、昨日の乃木曜日担当のみおちゃんことやくぼちゃんからの宿題でございます。はい、結構ね、そう、やくぼちゃんがね、昨日なんかモノマネがうまいからって言ってくれてたんですけど、やっぱモノマネってなかなかね、多方面の方に謝らないといけなくなるから、私もちょっと得意ではないんですけど、全然。やくぼちゃんのモノマネか、確かにね。まあでも特徴はありますかね、すごくキャラも濃いし。ちょっとやってみます。一回というか、まあ、こういうのスパスパやってた方がいいですからね。あの、私とさやかのということなんで、やくぼちゃん、あ、ごめんなさい、めっちゃ揺らしちゃった。やくぼちゃんの中でやっていこうかな。なんか振ってほしいですね。めっちゃ揺らしちゃった、すみません。
ですね。なんかちょっと振りを欲しいです、お願いしますみたいな、なんかこんばんはこんばんは、なんか誰も全然振ってくれないじゃないですかあのそうそう、なんか3、2、1みたいな、そういうやつが欲しいんですよ。そう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 、そうなんですよ。そうそうそう、ごめんなさい、これは私がやりたかっただけです。 OK したか地蔵です、すいません。ちょっといいですか、じゃあやくぼちゃん、じゃあやくぼちゃんがじゃあまあすごく特定の場面を想像しますね。まあじゃあ例えば MC の方にやくぼさんは遠藤さくらさんが好きって聞いたんですけどで言われた時のやくぼちゃんをやります。じゃあ3、2、1、そうなんですよ、私の推しはですねこの遠藤さくらちゃん、この口がチューってなってるのが可愛いんですよね。そう、声が難しいんですよね、やくぼちゃん。いやでもこういうこと言ってるんですよ言ってるんですよ、スター誕生で言ってるんですよ、言ってますよね、え言ってますよね、言ってますよね、そうそうそう、分かってくれたならもうそれでいいんですよ。はい、まあ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 、これこれめっちゃやってるね、このそうなんですよっていうこの一連の動きがやっぱポイントかなと思います。うん、似てます？よかったよかった。次さやかのモノマネ、さやかのあれですね、歌い方のモノマネって言って、なぎさのハイカラ人形でしょ、だってそのなぎさのハイカラ人形という曲をさやかがスター誕生でねやってたんですよ。4話とかかな、多分結構序盤の方でやってたんですけど、これはすごいそのちょっと前の収録の時とかめちゃめちゃやってたからあれなんですけど、ちょっと鈍ってるかもしれない。なんかでしかも最近その本物との聴き比べを自分がしてないからちょっと似てるかどうかあれですけどね。でもやってって言われたからもう宿題ですか、やるしかないですもんね、だってね。何ですかね、あでもできそう。でも誇張してるっていうことだけは念頭に置いててくださいね。で怒られるよって、じゃあ違うんですよ、これ宿題なんですよね、ちょっとやんないと。どっちに怒られるかですよね、だからさやかに怒られるか、やこぼちゃんに怒られるかっていう、やこぼちゃんプラスみんなに怒られるかっていう数的にはさやかに怒られた方がいいですけどね。ね、じゃあちょっとちゃん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 、こんなんですもんね、大げさですよ、大げさね。なぎさのハイカラ人形、キュートなヒップにズキンズキン、え似てない似てない似てない、え、ちょっとこれで似てるって言われたらもうちょっと続きやりたい。似てる？似てない？似てる？ちょっと似てるか似てないかだけやってほしい、ちょっと。似てる？似てんのかい？やったね。似てる？やったねー、ててて、ちょっと歌詞わからん。君に夢中さ、やったねー、てて、大きな人ねー。男の子少し悪い方がいいの、え似てない、似てますよね。なぎさのハイカラ人形、キュートなヒップにズキズキ、いやなんかもっと大声で、ちょっとあんまり声出すと聞こえちゃうかもしれないからですけど、ちょっといっぱい声出せるとこだったらもうちょっと勢い出せるかも。え似て似てる、そんなことない、怒られる、いやでも違うんですよ、モノマネってだって怒られないようにモノマネするの難しくないですか。そもそもなんか自分のマネされるのがあんまりな人とかもいますしね。はい、どうなんだろう、まあスター誕生モノマネですよね。今あれですか、多分残り10分弱ぐらい、まあまあまあ、はい、そういうことでございます。宿題はこれで終わりですね。はい、青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーんやるしかねえ。